なりましたので、成田精霊という輝こうずプロジェクトの記者、政策発表会の記者会見を始めさせていただきます。私は輝こうずプロジェクトの加藤と申します。本日司会を務めさせていただきます。よろしくお願いします。それでは早速ではありますが、成田精霊、輝こうずプロジェクトの代表の方から、政策の発表の会見をさせていただきます。成田の方から発表させていただきたいと思います。では。皆さんこんにちは。本日は何かとご対応の中お集まりいただきましてありがとうございます。本日加害交通プロジェクト政策発表ということで開催させていただきました。よろしくお願いいたします。これまで記者会見をしてからずっといろんな方々とお話をさせていただく中で多くの課題をいただいてまいりました。こちらからいろいろな案を示しながら、そして多くの皆様にいろんな声を問いかけてまいりました。そういったものを今こういう形でまとめてきたところでございます。チラシの方とあと別冊の方とありますが、ちょっと別冊の方はすごく多岐にわたってたくさんの中身となっております。こちらの方はいろいろと望まれる声も組み込ませていただいておりますので、そういった中の思いの中からチラシの方に書かせていただいているような基本的な政策であったりとか、そういったものをまとめさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。とにかく皆様と共に作る輝こうということで、市民の皆様と一緒になってこの大津を作っていきたい、そんな思いからこの政策の方をまとめさせていただきました。そして政策の一つ目は、子どもを真ん中に置いた街づくりということで、子育て環境日本一の、そういった大津を目指していきたい、それがまず第1点でございます。で、2点目が歩いて暮らせる街づくりということで、健康寿命日本一の、そういった大津を目指していく。そして最後はクリーンでしがらみのない政治、信頼ある市民から信頼のある、そういった大津を目指していくために取り組みを進めていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。で、とにかくまず子どもを中心に置いた街づくりということで、やはり社会全体で子育て、子どもに対するさまざまな取り組みを行っていく、そういった観点から子育てにかかる財政的な負担をできるだけ軽減できるような、そういった取り組みを行ってまいりたいと考えております。一つはいろいろな無償化を行っていく中で、紙おむつに関してこちらの方無償配布を行っていく。これはただ単に紙おむつを配っていくだけでなく、そこでいろいろと子育てされている方と顔を合わせながら、その方が一体どういう状況なのかっていうところもしっかりと把握できるような、そういった取り組みの中で、そこで産後うつであったりとか、やっぱり子育てに困っている、そういったお話がないかっていうところもコミュニケーションを取りながら行っていけるような、そういった取り組みができないかと考えております。で、2つ目は給食費の無償化。現在第3子のみということで取り組みをされておりますが、こちらの方中学校の3年生から段階的に無償化を行ってまいりたいと考えております。本当に誰もが給食費の方払っている状況でありますので、こちらの方はいろいろと経済的に困っている方々もおられる中で取り組みは進められているものの、こちら所得制限なしで全ての子どもたちに平たく支援の方、無償化の方を行っていきたいと考えております。そして公立小中学校の通学費の無償化、こちらの方も行ってまいりたいと思っております。現状の中で公共交通機関を使って通われている子どもたちたくさんいると思います。例えば北の方だったら北小松から JR に乗って小松小学校に通っている子どもたち、また南の方だったらバスを使って中学校に通っている、そういった子どもたちたくさんおられますが、現在補助という形で出ておりますが、こちらの方も全額無償化になるように支援の方をしてまいりたいと考えております。で、さらに子ども医療費助成の拡充ということで、現在段階的に進んでいるところもありますが、しっかりと維持していく、そして県とも連携を取りながらそういったものを拡充していく、そういった取り組みを進めてまいりたいと考えております。そして病児保育、そういったものももっと増やしていけないか、そういった部分も取り組みを進めていきたいと考えております。特に私自身も子育てしている中で、やっぱ急な発熱とか、どうしても共働きだと仕事に行かざるを得ない、そういった状況、本来ならば休めればいいんですけど、休めない時もたくさんございました。
で僕自身も何度か病児保育の方を使わせてもらいましたが、非常にありがたいそういった仕組みでありますので、まあ、そういったものをさらに各地で使いやすくできるように取り組みを進めてまいりたいと考えております。でそして、学校トイレの整備の早期化ということで、現状の中でトイレ整備まだまだやっぱり進んでいない、現状の中ではあと7年かかると言われておりますが、そこをもっと期間を短く短期間でできるように早期化の方を進めていく。さらに学校体育館のエアコンの設置に関しても1年に2校ずつっていうお話がございますが、まあ、そういった部分も年長のこの暑さ対策考えていくと、そんな幼稚なことは言うてられないので、しっかりと早期に改修の方ができるような取り組みを行ってまいりたいと考えております。そういった中で子どもたちにとって学びの環境、また子育てしやすい環境、そういったものを前面に押し出しながら取り組みを進めていきたい。子育て環境が日本一の大津、明石に負けない、そういった地域づくりを行ってまいりたいと考えております。2点目が歩いて暮らせる街づくりということで、現状の中でいろいろなお話いただく中で、やっぱり免許返納した後にどうしていったらいいのか、やっぱり公共交通がない中で、そして減便され、そして撤退している、そういった状況を困っている 方々がたくさんおられました。そういった中でそういった部分に関してもしっかりと支えていくような、そういった施策を行っていく。公共交通があって、そしてそこからお出かけする際に歩いて暮らせるような街づくりを行ってまいりたいと考えております。そのためにはまずは現状のバス路線であったり鉄道であったり、そういったもの、現状あるものをしっかりと守っていくことが第一点でございます。そしてその中では足りていない交通空白が必ず出ておりますので、そういった場所に関してはコミュニティバスを走らせたりとか、ディマンド交通、もうちょっと仕組みをより良くしていく中で交通空白地をなくしていくような、そういった取り組みもできないか考えていきたいと考えております。そしてさらに湖西線の方で現在バリアフリー化が進んでない、そういった駅もまだ4つ残っておりますので、そういった宝来、滋賀、大宮以降、北小松、そちらのバリアフリー化、エレベーターの設置に向けても取り組みを進めてまいりたいと考えております。まあ、そういうことによってより皆さんにとって高齢者の方々が過ごしやすい、暮らしやすい街づくりを行ってまいりたい。そしてさらに歩いて暮らしていくために、まあ、買い物であったりとか、まあ、買い物に行ったりとか、公共交通機関を使って自らの意思で行けるような、そういった地域社会を作っていきたいと考えております。で公共交通はただ単に生活のされている方々だけでなく、加えて観光客の皆さんにとってもプラスになっていく、そういった中での上手な形で交通の連携を取っていく必要があるのではないかと考えておりますので、そういった部分も含めてしっかりと公共交通の方維持確保、そしてさらに付け加えていくような形で取り組みを進めていきたいと考えております。そして歩いて暮らせる中でウォーキングルート、例えば東海道、もうちょっと路面表示をしたりとか、そういう形でもっと歴史的なところを楽しんでもらえるような仕掛け作りができないか、でそこからさらに湖岸、補修道路も含めまして湖岸の方も歩いていただく形で周遊できるような、そういったルートができないか等々も考えていければなと思っております。で加えて現在大津町にお住まいの方々にとってみたら、ちょっと歩くルートがなかなかないというお話もいただいておりますので、上手に安全に歩けるような、そういったところの道の方もある程度やっぱ整備していかなければならないと思いますので、いろいろな意味で現在ウォーキングされている方も多数おられている中で、そういった歩いて楽しめるような、そういった仕掛け作りも同時にしていければなと思っております。そしてさらにそこから歩いていくと、どんどんとポイントが貯まっていく、今ビアテックアプリの方がありますが、そのビアテックアプリもさらに発展させていく中で、公共交通と絡めながらマースを組み直すというような形で、本当にアプリを活用して歩いてポイントが貯まって、それがバスやタクシーの割引に使えたりとか、そういった部分のマースに活用できないか、また観光においてもそういったものの利活用によって、多くの方々がお土産を買ったりとか、そういった部分に関してもプラスになるような、そういったアプリの開発まで最終的にはこぎつける中で、歩いて暮らせる街づくりを行っていきたいと思います。そして多くの方々が歩いて暮らしていかれる中で、健康寿命、やっぱり歩かれている方、お出かけされている方、元気な方々
どんどん増えていくと思いますので、そういうことによって医療費であったりとか介護にかかる費用、そういったものが低減できるような形で、将来的な形で健康寿命が日本一になるような、そんな大津を目指してまいりたいと考えております。そして最後に、クリーンでしがらみのない政治ということで、市民から信頼のある政治、今現状の中でテレビ報道、また新聞の報道を見てみますと、政治と金の問題ずっと報道の方されております。現状の中で政治への不信感がますます高まっている状況、本来ならば皆様から預かった大切な税金を適正に使わなければならないにもかかわらず、政治における部分で裏金であったりとか、そういったもので正しくお金の方が示されていない、そういった状況をしっかりと信頼ある政治を取り戻していかなければならないと考えております。そういった中で、まずは徹底的にクリーンな政治を目指していく、そういった取り組みをしてまいりたいと思いますし、また信頼のある政治を実現していくためには、できるだけ市民と接する機会も増やしていく必要があるのではないか、一緒になってコミュニケーションを図っていく中で、政治への信頼感、また行政への信頼感を作って築けていければなと考えております。そのためにも市民と市長のタウンミーティングの方を開催することによって、それぞれの各地域のさまざまなニーズを受け止める中で、それを政策にしていく、そして形にしていく、地域の特性にそれぞれ合った形での政策を作っていけるような、そういった取り組みもしてまいりたいと考えております。合わせて情報発信の強化ですが、なかなか現状の中で情報発信がまだまだ弱いと考えておりますので、そういった部分に関してもさらに押し出せるように取り組みを進めていく、さらに情報公開の徹底化と政策形成過程の透明化ということで、現状の中で施策がどうやって作られているか、また今回も体育館のエアコン設置に、小中学校の体育館のエアコン設置に関しても、その2校がなぜ選ばれたのか、そういったところもちゃんとデータを示しながら透明化を果たしていく必要があるのではないかと考えております。そういう中で情報公開をしっかりと行っていく、またそれのプロセスもしっかりと明示していく中で、政策にかかる一通りの流れが見えるような形にしてまいりたいと考えております。とりわけ小中学校のエアコン設置に関しましては、6月議会でしたっけ、6月議会にエアコン設置はしないというお話がございました。そして9月定例会においても、それぞれ質問があったにもかかわらず、行わないって言ってたのに、今回11月議会で突然やるっていうことになった、そこの経過が全くやっぱり見えてこなかったので、そういった部分も透明化させていく形で、財政的に何がどうなってどうなったんやとか、例えばそういうような形とかもしっかりと明示して説明できるような、説明責任が果たせるような、そういった行政運営を図ってまいりたいと考えております。最後に市長給与の2割カットということで、なかなか今物価高であったりとか、いろいろな皆さんにとってなかなか生活が苦しいお話もたくさん聞いております。本来ならば市長自ら給料を上げる形で、給料の底上げを図っていくためにトップを走っていかなければならないとは思いますが、まだまだやっぱり現状の中で給料が上がっている実感が皆さん持たれてない中で、やはり一旦2割カット、腰姿勢が取っておられた2割カットの状況まで一旦戻す形で、皆さんのやっぱり生活の実態の方が賃上げ感が達成するまでは2割カットを継続していきたいと考えております。以上、子どもを中心に置いた街づくり、歩いて暮らせる街づくり、クリーンでしがらみのない政治、そういった部分を取り組みながら、皆様と共にこの輝く大津を作ってまいりたいと考えております。どうか皆様よろしくお願いいたします。あと裏面の方にはそれぞれの細かい形で書かせていただいて、さらに別冊にもう一つ細かく書かせていただいております。ちょっと思いがたくさんあるがゆえに、本当に文章もたくさんになっておりますが、多くの皆様の声を聞けば聞くほど政策の方も増えてまいりましたし、またやらなければならない課題がこんだけあるということもよく分かりました。本当に市民の皆様の一つ一つ丁寧にお話を伺いながら、そういったものを形にできるような姿勢の実現に向けて頑張ってまいりたいと考えております。多分まだここには収まりきれてない、まだ意見交換が終わってない、そういった部分もありますので、ここからさらに加わる形があるかもしれませんし、もし当選して就任してからも継続的に市民との対話コミュニケーションを図りながら、
もっともっとやっていかなければならないこともたくさん出てくるかもしれません。そういった中で常に市民と寄り添う形での姿勢が行えるように全力で頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上をもちまして政策の発表をさせていただきます。ありがとうございました。はい、有田代表ありがとうございました。それでは記者の皆様から質問を受けたいと思います。時間も限られておりますので、一つ一つの質問は簡潔によろしくお願いします。では挙手いただくんですが、社名とお名前を合わせてまず初めにお伝えください。ではお願いします。はい、よろしくお願いします。いいですか、こんばんは。はい、日本経済新聞の加賀谷と申します。マイク使います。6月に立候補表明して、かなり早くから、ね、立候補表明して、その狙いはおそらくその知名度を、ね、こう高めるということだったんですけども、どうでしょう、その後駅の前でこう話したりいろいろやってますけども、ご自身でそのなんていうか、手応えとかですね、知名度高まったなっていう、そんな感じがしますか。実際に駅頭で声かけていただくケースもやっぱ報道が出るたびに上がってきているのかなっていうのを感じております。あとちょっといろいろと地域を歩いている中でも声をかけていただいて、今度頑張るんやなっていう声もいただいておりますので、一定知名度は上がりつつあると感じております。あとこれはちょっと事務的なことなんですけど、結局政党とか、はい、政治団体の、ね、はい、支援ですよね。これは各党どんな感じになってます。つまり、推薦とかはないですけども、はい、どのレベルの支持とか、はい、それぞれ推薦支持を求めてない形になっておりますので、それぞれ各党支援の方をいただいている中で、一応立憲民主党と社民党の方は支援という形で決定していただいております。で、国民民主党に関しましては、そういう支援という形の意思決定はしてないけど、全力で支えるというふうに伝えていただいているところでございます。あと他の政党に関してはまだ現状の中でその現在のところ3つの政党という形になっております。ありがとうございました。はい、それでは次の産経新聞の入澤と申します。先ほどのお話の中でもですね、これここまでいろんな方とお話しされてきて課題も見つかってきたというお話がありましたけども、こういう話を聞いてハッとさせられたとか、これはというのがもしあればですね、お聞かせいただけますか。はい、ありがとうございます。やっぱり買い物をするところがなくなったっていうことがやっぱり一番聞いててハッとさせられて、やっぱり食料品は買うところがあるけど服を買いに行くところがないって、ちょっとこの前の事務所日だけでもお話しさせていただきましたが、そういやいろいろと平和どうもフレンドマートになっていったりとか、マックスバリューができてもやっぱり服を買うことができないっていうところはちょっとやっぱりお話を伺ってすごい気になりました。以前はそれぞれ各それぞれの駅前に平和堂があって、そこはいろんなものが売っていたけど、今見てみるとなかなかそういった近所で服を買ったりできる場所がないなっていうのはすごく感じましたので、でいざ買い物に行こうとしてもやっぱり大津駅の近辺の方だったんですが、その方でさえ買い物に行くのがすごい困るっていうお話もありましたので、それだけバス路線も今度湖岸線の方もなくなっていく中で、ますます買い物がしにくくなっていくことも考えると、やっぱそういった買い物難民に対する支援もしっかりしていかなければなかなかこの大津のにぎわいは取り戻せないと思いますし、だから若い人だけでなく高齢者がどういう形で買い物をされるかっていう、そういった視点も非常に重要だなっていうのは感じたところでございます。はい、それでは後ろどうぞ。滋賀報知新聞の幅田と申します。大きく2点伺います。まず1点目なんですけれども、街づくりに向けての政策を、お話をたくさんいただいたんですが、大津市全体を俯瞰的に見てですね、街、はい、
町をまあ活気づけるために大津市には何が必要で、そのために市は何をしなければならないかというのを何点に伺ってもいいですか。はい、はい、やっぱり拠点、何か大きなシンボルとなるような拠点が必要なのかなと思っておりまして、これは最初の記者会見でもお話しさせていただきましたが、やっぱ図書館っていうのが一つの鍵を握っていくのじゃないかなと考えております。まあ、図書館において、まあ、子どもや若者、まあ、現状なかなか学習するスペースがないとかそういったお話もありますが、まあ、そういった意味で子ども若者が集まり、また高齢者の方々もそこでゆっくりのんびり本を読めるような、くつろげるような、そういったスペースのあるような、ゆっくりできる図書館が出来上がることによって、多くの方々がそこに集えるようになっていくのかなと感じております。合わせてそこに子育て支援であったりとか、若者のフリースペースであったりとか、あとさらには市民活動であったりとか、いろんな方々ができ活動できるような、そういった複合施設をすることによって、多くの方々が集まっていく、さらにそういった拠点が出来上がると、そこからいろいろな商業的なものもどんどんと増えていくんじゃないかなと思いますので、現在シンボルになるようなそういった施設がこの大津にはなかなか少ないので、そういった部分でまずは図書館というところを使いながら、多くの賑わいが創出できるようなものができないかなと思っております。ちょっと各地回っててもやっぱり図書館が一つできて、そこから街が開けていくような、そういった部分もちょっとあちこち回らせていただく中で感じておりますので、そういったところをまず中心として置いていきたいなと感じております。ありがとうございます。続いてもう1点の方なんですけども、今このチラシの方でもお話しいただいた3つ目のところに、裏方とプラスワンと書いてあるところなんですが、はい、クリーンでしがらみのない政治、市民から信頼のある大津へというのでお話をいただいたんですけど、はい、今このチラシの前面部分でお話した部分では透明性がちょっとないのではというのはあったんですが、はい、その他今現市政をご覧になられてですね、はい、現市政というのはクリーンではなくてしがらみばかりなのかというお考えがあるのか、その点はどういったところにあるのか、あれば教えてください。僕自身今回政党の方も今ね、推薦を求めないっていうことで、いろいろと市民とつながりを持った形で行っていきたいということで、そういった意味で団体であったりとか、そういった部分のできるだけそういった部分の縛りがない形での戦いを進めさせていただいておりまして、いろんな形での市民とのコミュニケーション、いろんな方々とのコミュニケーションの中でやっていきたいという思いも含めて、しがらみのないというところで発信の方をさせていただいております。クリーンでという部分に関してはいかがでしょう。はい、クリーンの方もパーティーを行うこともなく、企業団体献金をもらったりとか、それを迂回してもらったりとか、そういうこともなくさせていただいておりますので、あくまでもコツコツ貯めた自己資金で今選挙の方活動させていただいておりますので、そういった意味も含めてクリーンでやっていきたいと考えております。ちょっと突っ込んで質問申し訳ない、はい、これは現姿勢、そのパーティー券何なりというのは国政の話なんですけども、はいはい、現姿勢もそれと同様だという批判ではない。だからそこの捉え方はそれぞれの方がどう思われるかというところでありますが、僕自身は自民党的な、ね、今までの形での業界団体とのつながりの中でやってこられた政治でなく、ちょっと、ね、市民と寄り添う形での政治を行っていきたいという思いの中で活動をさせていただいております。すみません、失礼します。ありがとうございます。はい、それでは次の質問。京都新聞の黒田と申します。今の質問の続きつながり、はい、関連があると思うんですけども、現姿勢との違いというか、はい、自分ご自身がもしご自身が市長になられたら、はい、現姿勢のこういうところは良くなかったので変えたいとか、はい、改めていきたいというようなところってありますか。はい、まず1点目は情報発信のあり方というものをもっと考えていきたいと思いますし、やっぱり定例的に記者会見の方も行っていく、今されているとは思いますが、そういったものもしっかりとやっていくということと、あと市政に関わるトピックがあるたびにやっぱり記者発表の方を行っていく、また不祥事があったとしてもそれはやっぱりトップとしてしっかりと説明責任を果たしていく、そういった部分は意識して行ってまいりたいと考えております。それから現実性は少し欠落しているかなという、はい、あとごめんなさい、もう一点なんですけども、ちょっと基本的なところなんですけども、今回 の, その公約選挙政 策,、うん、
政策としては、はい、これ何項目とか何点とかって言えるんでしょうか。あんまりそういう言い方されてないんですか。あの どこまでをもってになると別冊も含めるとどんだけあるんやって話もあるので、ちょっとまあ数というよりもいろんな思いを集めながらさせていただいて、そしてさらに活動していく中でまた増えていくかもしれないので、まあ、現状の中取りまとめた形はこういう形になっているということで、あのご認識いただければなと思います。基本政策としてはこの3点みたいな感じで言ってもいいでしょうか、はい、この最初の、はい、緑の紙に書いてもらえ、はい、分かりました。すいません、ありがとうございます。はい、それでは続きます。はい、あ、どうぞ。NHK の三谷です。よろしくお願いします。かなり別冊も含めると大量にある中でですけれども、まず一丁目一番地というか、私どもがどういうふうな原稿を書くかにもよってくるんですが、まずこれはと、率先して取り組みたいみたいなものはどういったところなのかなという。やっぱり子どもを中心に置いたまちづくりということで、やっぱこれはずっと訴え続けておりますので、そういった意味も含めまして、子育てがしやすい、そういった大津にしていく、そのためには経済的負担でいろいろ苦しんでおられる家庭に対しても支援をしていきますし、また社会全体が子育て、また教育に関して支えていくっていう認識のもとで取り組みを進めていきたいと考えております。ありがとうございます。2点目なんですけれども、なかなかやっぱり争点が見えづらいという選挙になっていると思います。その中で成田さんとしては、どういったところを争点にしていきたいか、その点をお願いします。ちょっと相手方 の政策がまだどういう形で打ち出してこられるかがわからないので、ちょっとそこの分析も必要なのかなとは思っておりますが、やっぱりこの4年間で何がどれだけができてきたとか、また本人の顔が見えないという話はあちこちで伺っておりますし、なんか期待したけど何もやってこなかったというお声も実際いただいておりますので、そこのやってこなかったものが何なのかというところを、それで次に、ね、政策で掲げ合った時に何でやらへんかったんやというところも含めて、やっぱそこのところの行動力であったりとか実現性であったりとか、そして町をどうしていきたいかというその思いに関してはしっかりと違いを明確化していく中で訴えていきたいと考えております。ありがとうございます。もう一点、かなり市民の皆様との対話を重ねながらというところを強調されていると思いますけれども、はい、ファンミーティングしっかり実際に、その中でどういうような対話を声を広げていきたいとか、はい、そういったところを思いを聞かせていただきます。いろいろと、ね、これまでも座談会を行ったりとかしている中で、介護や福祉の関係者であったりとか、また公共交通に関わる活動をされている方であったりとか、ちょっといろんな方々の声も聞かせていただいておりますが、そういった部分の各それぞれのお仕事に関わる部分であったり、またお困りの団体であったりとか、いろんな方々との対話を行っていきたいっていうのもありますし、あと一方で地域によって地域課題がそれぞれ変わってくるので、やっぱそれぞれの学区における課題の方も意見交換をさせていただく機会をもっと増やしていかなければならないかなと考えておりますので、そういった部分も含めていろんな方々とできる限り多くの方々と意見交換ができるような、そういった取り組みをしていきたいと考えております。まず最後なんですけど、結構大量の政策があって、財政関係どうするのかなという疑問もあるんですけども、例えばここには投資してここはちょっと大きいとか、そういったところをどの程度考えていらっしゃるのか、はい、本当に多岐にわたっているので、多分いろいろな施策を行っていく優先順位は必ず出てくると思いますので、そういった部分をしっかりと明確化していく部分もありますが、一方でこれまで行っている事業も、事業仕分けの方も再度ちょっと行っていく中で、本当に継続する事業このままでいいのかどうかのところは精査していきたいと思っておりますし、また ICT とか DX とかそういった部分の活用によって、できるだけ効率よく効果的にできる事業もたくさんあるのではないかなと、例えば、ね、道路に関しましても維持補修する際に中の水道管であったりガス管がどの時期に作られてどのタイプでどの時期に以前工事されたかというところも全部データに示していく中で、そうすることによってある程度工事の
タイミングとか調整図れるものは図っていきながら、できる限りあのかかる費用を軽減させていったりとか、やっぱり必要な多分設備投資の方はどんどんと更新されていかなければならないので、あのそういった部分であのデータをしっかりと活用しながら取り組みを進めてまいりたいと考えております。それでは次の方お願いします。朝日新聞の中ほどと申します。給食費無償化のところで伺いたいんですが、あの中学3年生から段階的にということなんですが、具体的にあの思い描いている工程というのはありますでしょうか。はい、はい、まずは、中3の方はもうできるだけ早期に行っていく中で、そこから1年ずつ財政的な部分の数値を見ながら、まずは中学生すべては実現してまいりたいと考えております。でその次の段階で小学校入るときに、いろいろなあの設備の方の工事の関係の予算との状況を見ながら、そちらの方もまた余裕が出てきたら段階的に行っていくということで、まずはあの中学生の無償化に向けて取り組みを進めてまいりたいと考えております。ありがとうございます。あの、まあ、あと政策形成過程の透明化のところなんですが、はい、これはあの、市民の方たちに、まあ重要な政策の時には会見して説明されるということでしょうか。あの、まあ、全ての部分の、まあ、政策に関わるところも透明化はしていきたいものの、特に重要案件に関してはしっかりと記者発表の方はしていく中で、皆さんに示しながら、あの皆様の声をもう一回確認しながら進めていきたいと思っております。あとすみません、先ほども、聞かれた市民と市長とのタウンミーティングなんですけど、はい、これは定期的にされるとかそういうことを考えていらっしゃるんでしょうか。あの定期的にやっていきたいと思っています。あの全ての地域を回っていくには多分4年間でなかなかあの1巡2巡するのは大変かも思いますが、できる限り時間があれば積極的にコミュニケーションを図るような取り組みをしていきたいと考えております。すみません、最後なんですけど、あの市民病院の方もまだ道半ばかと思うんですけど、はいはい、この市民病院についてはあの、はい、成田さん考えていらっしゃる施策ありますでしょうか。はい、あのやっぱり現状の中で市民病院大切な病院でありますので、守っていかなければなりませんので、まずはあのまだまだやっぱり不安に思っておられる方々がたくさんおられるので、そういった部分の不安解消はもうトップ自らあの安心感を持ってもらえるようにまず行っていきたいと考えております。その中でやっぱり採算性をしっかりと取ってもらえるような形で取り組みを進めていかないといけないですし、あとはやっぱり行政が関わる病院としてあのやっぱり最後の砦になっていく、そういった意味合いもありますので、そういった部分も含めてこれからの病院経営のあり方ということも連携を取りながら図っていきたいと考えております。ありがとうございます。それでは次の社の方お願いします。さて、琵琶湖放送の根川です。ありがとうございます。私も何点かお伺いしたいんですけれども、まずあのタウンミーティング、今 の、 あの中ほどさんの質問に追加する形なんですけれども、定期的に地域を回ると、例えば地域の自治会館を回るだったり、それとも立ち話になるのであったり、なんかどういった形で意見を聞いていきたいと今はお考えですか。はい、まあ、基本的にはあの場をしっかりと設定する中であのやり取りはしていきたいと考えております。まあ、あのその中でいろいろと立ち話でね、いろいろお祭りとか行って話す機会もあると思いますが、ちょっとなかなかそれはタウンミーティングという形じゃなく立ち話なので、ちゃんと場の方はそれぞれ設定する中で行っていきたいと考えております。実はそれぞれの地域で例えば自治会館を回るであったり、そこに人をあの、はい、集めて、はい、というようなことを思い描いてらっしゃるんですかね。あの無理やり集まっていただくのでなく、やっぱり来たい人とコミュニケーションを取れるようなそういった形の方がいいのかなと思いますので、ちょっと半ば動員的に形式的な形にならないようにだけは心がけていきたいと思いますし、できるだけあのいろんな地域課題の生の声を聞かせていただけるようなそういった場にしていきたいと考えております。世代としてももう様々な世代の、うんうん、はい、もしくはもう子どもが来てもいいよ、そんなところを考えてらっしゃいますか。はいはい、分かりました。で2点目なんですけれども、あのまあ、今回の、大津市長選挙もこれからの4年間作る上では、アフターコロナ時代にどんだけ大津市盛り上げていけるか、うん、観光呼び込む力という、はい、その手腕も試されると思うんですね。
そこに関しては、今回 の, この基本政策、どれが当てはまるんでしょうか、はい、県庁所在地としてのにぎわい作りはどこに当てはまるでしょうか、はいはい、そこは特に、まあ、歩いて暮らせる中の延長線上かなと思っておりまして、多くの方々が、まあ、今度種屋ができる際もマイカーで来られるケースがすごい多いんじゃないかな、また渋滞どうなっているんやろうっていう、そういった心配の声もたくさん寄せられているのが現状でありますので、やっぱそういった中で多くの方々が公共交通機関を使って来てもらえるような形、またさらに加えると自動運転が今ストップしておりますので、そこの実証実験を再開したりであったりとか、あと浜大津から船を使ってプリンスの桟橋まで行って、そこから種屋まで行ってもらったりということで、船の方の活用ももっとできないかなと考えておりますので、パークアンドシップであったりとか公共交通を使って最後船乗って移動してもらったりということで、まあ、せっかく琵琶湖があるにもかかわらず、まあ、湖上のところの魅力がなかなか今使われてない状況でありますので、そういった部分をしっかりと活用しながら行っていきたいというのが1点と、東海道もそうですけど、できるだけ歩いて楽しめるような仕掛け作りも行っていく中で、やっぱ現状の、ね、今度石山寺でいろいろと大河ドラマの関係でどんどん観光の方もニーズも高まっていきますが、ただそれだけでなく、ね、三井寺であったりとか比叡山延暦寺、それぞれ、ね、ユネスコであったり世界遺産であったりとかあるので、そういったものを上手につなぎ合わせることができないかなとか、そういった部分でできる限り一箇所だけでなく周遊してもらえるような、そういった仕掛け作りを行っていきたいと思っております。そのためにマースも活用できると、さらに多くの方々が利活用できるような仕掛け作りになっていくのではないかなと考えております。ありがとうございます。なので、掲げてくださっている公共交通の維持拡大、はい、これをもってこのアフターコロナ時代のにぎわい作りにもつなげていけたらというお考え、はいはい、ということですね。もう車で来ていただいて帰られるとね、なかなかやっぱりもうすぐに大津で消費することなく次の場所に行かれると思いますので、歩いてゆっくりと食べてもらったりとか楽しんでもらったり、そういったものの公共交通を活用しながらしていただけるような仕掛け作りをしていきたいと考えております。わかりました。お答えありがとうございます。以上です。それでは次にこちらお願いします。すみません、毎日新聞の伊川です。先ほど子どもを中心に置いた街づくりや子育てしやすい街づくりっていうお話があったと思うんですけども、この6ヶ月間市民の方からその子育てに関する声の中でご印象的なものがもしあったら教えてください。ちょっと最近お話しいただいた中では、放課後児童クラブ、学童の方で、弁当持っていかなあかんっていうところがやっぱ結構しんどいというお話をいただきました。実際もうちの子供が小学校3年生まで児童クラブ行ってた時に、やっぱ朝お弁当を作るのが夏休みの期間結構しんどかったので、そういったものもなんか支援できる方法はないのかなと。なかなか給食まではね、配膳やら何やら難しいかもしれないので、なんかお弁当の方を注文できるような仕掛け作りとか、なんかそういった取り組みとかで、できるだけ保護者負担を減らせるような形が取れないのかなっていうのは、最近の中でお話聞いた中でちょっとやっていかんとあかんなっていうのを感じたところでございます。ありがとうございます。それからこの6ヶ月の間っていうのはどういったところにこう足を運んで、どういう人とこう対話を重ねてきたのかっていう部分を伺ってます。はい、朝駅頭の活動から始まって、駅頭でもいろいろとお声かけいただいて、お話もさせていただく機会もありました。あとはいろいろといろんな方々とお出会いさせていただいたりとか、座談会があったらお声をかけていただいて、お話しさせていただいたりとか、あといろいろとちょっと学校現場のお話を聞かせていただいたりとか、そういった取り組みをさせていただいたりなど、ちょっといろんな方の声を聞かせていただくための取り組みをメインに行ってまいりました。ありがとうございます。それでは今日どうぞ。通信小林です。ありがとうございます。今のお話にもちょっと関連するんですけれども、
いろんな方々の声を聞くための取り組みをされてきたっていうのは、この政策を作り上げるためって考えていいですか？政策を作り上げる部分もあるんですが、その先にやっぱりより良い大津を目指すためなのかなと思っております。やっぱりいろいろと不安に思っておられる方、また現状の中で大津はもう可もなく不可もなくっていう状況の方々が多い中で、意外に蓋を開けてみるといろんな細かい課題がたくさんあるんやなというのも感じましたので、そのちっちゃな課題を一つずつクリアにすることによって市民にとって過ごしやすい、そういった大津になるのではないかなと感じているところです。わかりました、ありがとうございます。すみません、ちょっと同じような話で申し訳ないですけれども、この政策は、市民の方から聞いた声を、詰めたものって考えていいですか？はい、いろいろと僕自身と、あとは、ね、仲間の議員の皆様と意見交換を重ねていった部分もありますし、あとは市民の声も付け加えさせていただいたりとか、いろいろな方の声を集めた形で取り組みをさせていただいております。なかなか僕自身全て、ね、お伺いすることができない部分に関しては、代弁になる方々がたくさん来られるので、そういった方々からの間接的な声も含めて作らせていただいております。わかりました。あとこの間の事務所開きの時にも少し話出ていましたけれども、人口予想で草津と守山は今後人口増えそうだけど、大津は減っていくっていう予想がありまして、それについての受け止め危機感っていうのを、だから今の段階で草津守山ってやっぱり滋賀県の中でも賑わいがどんどん進んでいる、そういった地域のように感じております。一方で大津の方が、マンションはどんどん増えていっているにもかかわらず、なんか賑わいが見えてこない、そこはやっぱり改善しなければ今後選んでもらえない町になっていくのかなと考えておりますので、そういった部分で住みやすさだけでなく、いろいろな商業的なもんでもそうですし、遊びの環境であったりとか、にぎわいの方が草津守山はいろいろと手を加えながら、発想力を生かしながらどんどん前に進めたるところがよく見えてくるので、そういったところが大津においてはなかなか見えてこない。でさらには西武百貨店が2020年に閉まって、そして今度イアンスタイル大津橋が閉まってしまうということで、なんかイメージ的にもどんどんとネガティブなイメージがどんどん植え付けられているような状況でもありますので、多くの方々が住んでてよかった、いつまでも住み続けたいと思ってもらえるような、そういった取り組みもさらに行っていかなければならないと感じているところです。あります。最後になりますけれども、今この自民党のこの裏金問題がかなり話題になってて、はい、そういう中で の迎える大津市長選だと思うんです。でちょっと変な言い方ですけども、ある意味チャンスといえばチャンスで、その辺についてどう考えていらっしゃるか、何よりもやっぱり投票に行っていただくことがすごく大切なので、現状の中では、ね、先ほど言われている通り、なかなか争点が見えにくい状況でもありますので、そういったものを今の大津このままやったら10年後20年後大丈夫かっていうところもしっかりとお伝えさせていただきながら、加えてやっぱり政治と金の問題いろいろとある中で、本当に政治資金収支報告書を提出されてない方も、ね、おられるので、そういった部分も含めてしっかりとそういった部分 の法律で定まっていることを適切にやっていこうよ、それが前提の中で政治への信頼があるんじゃないかというところは訴えていきたいと考えております。わかりました、ありがとうございます。はい、それではあと一社か一社チームの泉です。お願いします。歩いて暮らせるまちづくりの話、ウォーキングコースの話があったんですけど、それってイメージ的にはその看板を設置するだったりとか、それともそもそもウォーキングコース専門の道を作るのかって、はい、できれば東海道に路面標示をつけていきたいなと、ビアイチのルートで、ね、青い破線があるような形で東海道をちょっとね、路面表示をしていく中で、今看板ちょっとずつつけていただいていると思いますので、そういった中で街道が分かりやすくしていくと皆さんも歩いていただけるのかなと思いますし、それで皆さんが歩かれるとまた町自身もより、ね、皆さんにとって歴史的なところをにぎわいが出るような形でちょっと直して
行こうかなっていうところにもつながっていければなと思いますので、そういった部分でルートを作っていきたいと思っております。あと山に関してはちょっと道標の方がまだまだ足りないので、登山道であったりとかそういったところに関してはもっと道標が大津と高島を見ると明らかに大津の方の道標が足りてないので、ちょっと平さんにおける遭難の方も多発している中なので、そういった部分はしっかりと道標を作る中で分かりやすくしていきたいなと考えております。ありがとうございます。もう一点で、私の聞き間違いだったら申し訳ないですけど、明石に負けない政策をしていくっていう話があったんですけど、明石って、日本で一番こう、子どもたちが進んでて人口増えてると思うんですけど、それに負けないってことはやっぱ日本一の子ども政策を目指すっていう意気込みなんでしょうか。子育て環境日本一の打つっていうのも歌わせていただいておりますので全力で頑張ってまいります。すみません、ちょっと横顔の取材で何点かちょっとパーソナルな話聞かせていただきたいんですが、また別の機会でもいいですか。別の機会を受けてでもう、はい、ごめんなさい、横顔というのは取材ってこの機会じゃなくてもいい。あとで、写真撮影の後、写真でしたら撮っていただきます。あ、わかりました。今の場でもいい、全体で、でもいいですけども、あとでもいいです。あ、じゃあ後で伺います。ちょっと今日制作面の方を中心にさせていただいておりますね。すいません、はい、またベッドで全然。あ、わかりました。はい、すみません、申し訳ないです。すみません。じゃあ、加藤田さんで最後で、すいません最後で、ですね、すいません、現職の違いばっかり聞いて申し訳ないんですけども、これ顔が見えないということを先ほど、はいはいはい、現職に対する、はい、問題点としておっしゃいましたけれども、その政策面で、現職の 4年間の政策を振り返ってみて、いやここは違うんだから、公約政策ではこういうふうにご自身で盛り込んだっていう、そういう政策面に対する批判というのは、批判というかそのこれは違うんじゃないかなって。いや、だから結局今の方が政策を掲げてそれに対して自己評価もされてるかどうか、今度しちゃうのかどうかは分かんないですけど、そこを経て次の政策作ってあるのかっていうところも含めて、どういう政策をこれまで訴えてきて出し遂げてきゃあったかっていうところも全く見えないと思いますので、なんかそういったところも含めてね、いろいろと政策の部分の透明性っていうところも、ね、見えないのかなっていうところも感じておりますし、あとやっぱコロナ禍における、やっぱり せっかく保険証があって大津独自でさまざまな取り組みができたにもかかわらず、そこは大津独自でやろうとしなかったっていうこととか、そういった部分はちょっと物足りなさを感じているところです。そのコロナ禍での大津の独自対策のなさ、独自政策のなさが、物足りなさの一つ、はい、分かりました。あと投票率に関してなんですけれども、一般的に考えると投票率が低ければ現職有利で、高いほど成田さんに、有利というか成田さんにとってチャンスがある状況になるかなと思うんですけれども、投票率を上げるための、陣営さんとしての、これ成田さんというよりは陣営さんの取り組みかもしれませんけど、どのようなことを取り組んでるとか取り組んでいきたいとか、市民向けのアピールしているとかあるんでしょうか。とにかく選挙があることをできる限り知っていただかないといけないので、そこはみんな一丸となって活動の方を広げていくしかないのかなと思う。本来でしたらね、街宣車も本番中本人かと確認かということで2台しかない中で、やっぱり大津、この広い大津を4台だけが回っててもなかなか選挙やってる感が出てこないと思いますので、ぜひとも皆様のご協力のもとで紙面の中で大津市長選挙やってるんやというところをね、どんどんと示していただく中でちょっとご協力いただけると大変ありがたいと思いますので、切にお願い申し上げます。ありがとうございます。はい、それでは、こちらで一回締めさせていただきまして、で、後ほど写真撮影と一言、各社の人だとフルームに時間を取らせていただきたいと思いますけども、ではここでまず記者会見を締めさせていただきます。本当にお時間のない中、ありがとうございました。ありがとうございました。